はい、皆さんおはようございます。10月29日木曜日の朝でございます。はい、今ですね、広島市西区の古江でね、朝一から手摘みをしておりました。はい、時刻が今8時49分ですね。はい、大方ね1時間かかりましたね。8時前から積み込み開始してね。はい、あの2号線のね、西広島バイパス沿いなんでね、あの別に騒音とかね全く問題ないとこだったんで、周りにも言えなかったですしね。はい、一応8時前から始めたんですけどね。はい、あの新築が今2棟建ってて、ほんで3棟目のね基礎の現場が今始まってましてね。ほんでその基礎の最初、超張り板ってありますよね。超張り板、はい、あの薄いね木の長い板ですね。厚みがどれぐらいですかね、8ミリぐらいですかね、あれぐらいの長さが 2.5 メーター、3メーター弱ぐらいの超張り板とかあんなを積んで、ほんでその後ね、普通の大工さんのね廃材を、石膏ボードとかね木くずとかああいったものをね積みましたけどね、段ボールとかね、はい、合計、3等分ね積みました。はい、もう汗かきました朝からね。でここは今右側がね西広島バイパスなんですけどね、今速道を走ってるんですけど、ちょうどこの時間がですね、まだ多分渋滞してますね。降り口が出口がね、岡山方面に向いてはいつもね西広島バイパスは通勤時間帯混むんでね、はい、めったこの時間にねここ通ることはないんですけど、もう今ね現場がどうしても、古江だったのでね、古江の西広島バイパスの速道に面してたとこだったので、もうここからね避けることできなかったんでね、どうしてもこの渋滞に、まあ、はまらんといけんという形です ね、はい、ね、ここからこの先で合流するんですけどね、多分渋滞してると思いますね。うん、あの喉が痛いですね。なんか最近ちょっと喉の調子がイガイガしましてね、はい、喉の風邪なんかよくわからんんですけど、この後ねちょっとセブンイレブン行って喉飴買いたいと思います。はい、喉飴とあとあのね例のセブンカフェと、あともちもちお好み焼きパンかな、あれがあればねちょっと買いたいと思いますね。はい、ちっちゃいね、はちみつ生姜金のミルク、あ、あっちなんかあのもちもちお好み焼きパンみたいなのあります？今ないですか？わかりました、はい、了解です。はい、はい、あのコーヒーの、はい、あの高い方、高いやつですかね。そうそうそう、はい、あれください、あれのレギュラーです。はい、ちょっと落ちてるか、はい、ありがとうございます。自分で選ぶんですよ、わからんかった。そうありがとうございます。はい、セブンイレブンでね今買ってきましたコーヒーとね龍角散のど飴と、やっぱりここなかったですね、あのもちもちお好み焼きパンですかね、あれなかったんでね、まあ、あの糖質補給でね北海道小豆の粒あん&マーガリンね、これ買ってきました。はい、やっぱり糖質補給をしないといけないんでね、疲れた。あのうん、うまい。あれですよ、僕のねあのおばあちゃんがよくね、若い人が今頃の若い人がね、あの食レポとかするの見てね、もうよう味もわからんのにね、やるうまいじゃどうじゃね言うってね、だいぶ前にちょっと言ってたんですけど、今ね我がの孫がねそうなってますね。うん、こうやって食べてね、うまいしか言いませんからね、うまいか熱いか冷たいかね、あれぐらいしか言わないんでね、我がの孫がそうなってますけどね。うん、これが例のあの何だったっけ、グアテマラブレンドだったかな、今日はスラッと言えましたね。はい、ね、今日はもう何も入れませんでした。もうこのコーヒーのね素材本来の味を楽しもうと思いましてね、豆の。はい、ね、またこんなこと言ったらねおばあちゃんに怒られますけど、僕ねあの
おばあちゃんおばあちゃんって言ってますけど、父方も母方もおばあちゃんのことをね、おばあちゃんと呼んだことありませんね。父方の方はね、もうずっとね、おばあさんおばあさんって言ってますね。はい、多分50代半ばでね、僕が生まれておばあちゃんになったと思うんですけど、ずっとね、おばあさんおばあさんって言ってますね。はいね、おばあさん、はい。で、母方のおばあちゃんの方は名前で呼んでますね。もう言いますけど、サナエって言うんですけど、サナエさん、サナエさんってね。サナエばあちゃんとかならいいんですけど、サナエさんって言ってますからね、ずっとね。ちっちゃい頃からね。もう多分周りがね、周りの親戚がもうずっとそうやってるんで、そうやって言ってるんで、多分その流れでね、僕らも、孫もね、そうやってちっちゃい頃からね、サナエさんとかね、おばあさんとかね、言ってますけどね、おばあちゃんってね、うん。呼んだこともないですね。はい。ね。はい。じゃあこれ、いただきたいと思います。うん、ああいい香りがしますね。あ、苦い苦みがね非常に強いですね。はい、ね、こんなこと言ったらまた怒られますよ。ほんとね、おいしい。ああおいしい。 あったかい、うまいわ。この甘いコーヒーと、甘いコーヒーじゃない甘いパンとね、この苦いコーヒーが合いますね。はい、ほら最近恋人立ってないな、そういえば。うん、うまい。さあ、あんまりね、もう5分ぐらいしかね休憩時間がないんでね、もうドバがすぐそこなんで、はい、これからねこれ食べながら、あ、走りながら食べたいと思います。はい、ではドバの方へ上がっていきましょう。はい、今ね、ドバに下ろしてきました。一発目の現場の廃材をドバに下ろしてきました。はい。仕分けしててですね、で、車に仕分け終わって乗りますよね。そしたら、車内にすごいですね、やっぱりこのコーヒーの香りがね、グアテマラの香りがね、すごいですね。はい。ね、やっぱり赤いだけありますね、ラベルがね。ラベルが赤いだけありますよ、やっぱり。うまい。ね。で、これから、2現場目はですね、また、瀬野町ですね。今度はまた瀬野町。はい。瀬野の方の運送屋さんが今ね、倉庫の方をね、新築されてましてね。そちらの現場にね、入れ替えに行きます。はい。今度はね、根菜じゃないですね。ボードだけですね。ボード、石膏ボードだけです。はい。なんで仕分けも楽ですしね。はい。もう仕分けることはないんでね。はい、安全運転でね、山陽道通って行きたいと思います。なんか今日は空がガスがかかってますね。はい、広島インター入り口ですね。よいしょ。なんかぼやけてるね、空がね。はい、よーし。はい、ちょっと今日は若干声がね、喉が痛いんで、なんかね、容姿もね、絶不調、うん、ちょっと本調子ではなかったですね。はい、何が本調子で何が絶好調かよくわからんのですけど、はい、一緒か、本調子も絶好調もね。何が絶不調でね、何が本調子かちょっとよく基準がわからないんですけどね。よーし。はい、まあ、ほんと今もね、ずっとこう広島インター来るまでいろいろ考えてたんですけどね。はい、いろいろ考え事しながらね走ってたんですけど、まあこうやってね、トラックの運転の仕事ってね、うん、まあもちろん運転に集中はねしないといけないですけど、まあ一人の時間が多いんで、本当ね、いろんなこと考えたりねする時間が多いですね。はい、日常のこととかね、いろいろね、家のローンのこととかね、子供の子育てのこととか、はい、まあ家のローンはね、まあもうずっと同じ額払っていくだけなんですけどね。はい、私生活のこととかね、いろいろまあ考えながらね。いいように言ったら、まあのんびりとね仕事ができますよね。はい、好きな音楽聴きながらね、うん、まああのあんまりね、僕若い頃というか、まあ参拝始めて、まあ子供が生まれて、子供がね、まあだいたい物心ついてきて、物事分かるようになってきて、まあね、親父の仕事ってね、まあ言ったら、まあ参拝物ね、ゴミを廃材を運んでるわけじゃないですか。それをね、まあ子供に対してね、なかなか父さんの仕事はね、まあ廃材を運んでるんだということをね、
面と向かってね、あんまりストレートにね、言うことがちょっとできなかったですね、最初頃はね。はい、ね、やっぱり、子供にとってどうなんかなと思ってた時期がありましてね、親が、はい、ね、産廃屋っていうのがね、ゴミを運んでる。ね、幼稚園の、息子が幼稚園の頃もね、あの父さんはゴミを、ね、運んで、運ぶ仕事しようでしょって言われた時に、ああと思ったんですよね。ああゴミか、ゴミを運んでる仕事かって思ったんですけど、ね、そういう時期があったんですけど、まあ、今はね、こうやってまあ YouTube なんかも始めましてね、まあでも結局仕事は何したってね、本当前も言いましたけど、ね、必要とされてない仕事は絶対ないと思いますしね、お金が発生する以上はね、必要とされて、ね、その相手もお金を支払って、ね、仕事を依頼してるわけですからね。だからまあ本当に必要のない仕事はないと思うんで、まあ、もうあんまりそういうことを思うまかなってね、思うようになりましたね、最近は。はい、ね、ゴミを運ぶ仕事だっていいじゃないかとね、最近思うようになりましたね。はい、子供に対してですよ。はい、僕自身は別に昔からそんな何とも思ってなかったですけど、産廃屋で働くこともね、子供に対してどうかなっていう、あのそういう時期がありましたんで、はい、で最近はね、もう子供も、まあ、僕の YouTube なんか見てね、まあ、仕事内容ももうはっきりと、ね、分かってるでしょうし、はい、ね、まあ要はまあ生活できればいいんですよ、ね、生活していくためにね、仕事をするわけですから、はい、ね、職種なんてね、何だっていいんですよね、うん、普通にね、働いてれば、働いてお給料もらってね、生活ができればいいんで、ありましてね、はい、そういうことです、はい、そういう考えにね、至りました、結論が出ました、はい、ね、はい、走行しているうちに、シワインターに到着しました、はい、あ、そういえば、昨日、車屋さんから電話ありましてね、オークション無事、車落とせましてね、落札できまして、で昨日ね、現車が届きましたよということで、またね、段取りできたらね、現車確認の方来てくださいっていうね、連絡がありました。はい、まあ中古車なんでね、まあ傷とかね、汚れも多少あるでしょうけどね、まああの子供たちが、ゆったりとね、乗ってね、で遠出とか楽になればいいなと思ってね、買いましたんでね、はい、あとまあ習い事のね、送り迎えなんかで車出しができればいいかなと思って買ったんでね、うん、まあまあ子供がちっちゃいんで、まあすぐガチャガチャになるんでね、で中古車をね、新しく買って、でそれを綺麗にしていくのがね、僕は好きなんでね、はい、ちょっとずつ自分で直したりね、はい、それも楽しんでいきたいと思います。はい、では本日も長々とご視聴ありがとうよーしございました。はい、ではまた次回の動画で元気にお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。